ユニホンテレビ。本庄地域石脇に数多くの松を植林し、地域発展の礎を築いた石川家五代の功績を称えようと、今月1日、植林記念祭が行われました。植林記念祭には、石脇財産区や市の関係者など、合わせて12人が出席しました。記念祭では初めに、新山公園にある石川全米王植林記念碑の前で、追善供養が行われました。例年であれば記念祭には石川全米の直系子孫や地元の町内会長など合わせて30人ほどが出席しています。しかし今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から規模を縮小して行われました。その昔、石脇地区は風害の激しい荒れ果てた砂丘地でした。資料によりますと、天明4年、1784年、石川家は初代となる全米の父、長兵衛が砂嵐を防止するために植林活動を始めたということです。それ以来、石川家は3代目の全米まで、5代にわたって植林を続けたと言われています。植林活動には石脇地区の住民たちも参加し、明治5年まで85年間続けられ、合わせて1151万本余りの松が植えられたということです。この日は記念植樹も行われ、新山の望遠前に黒松の苗木が植えられました。当日は苗木100本が植えられる予定でしたが、気温が30度を超える真夏日となったことから、熱中症を防ぐため本数を減らし、20本ほどを植樹しました。来年来た時はレズバサギ戦場ってるしな。残りのおよそ80本は後日関係者の手によって植えられる予定だということです。住民の皆さんで30人ぐらいで、都合もあるんでしょうけど、最低でも20数人集まって、毎週早朝 のそれを維持管理をやっていると、今そういう努力をしております。これはずっと続けていこうということで、住民の皆さんも言ってみれば昔の人たちと出会えるのを上から見てるんだということの事業ですので、息に向いて頑張っているということになります。植林については、マスコミ無視にどんどん大きい木を伐採してますので、その後に植えていくということで、これからもずっと続けてまいりたいと考えております。